はい、どうも皆さんこんにちは、群馬県伊勢崎市にある平田ドラム教室、平田直之です。平田ドラム教室ではただいま無料体験レッスンを実施しております。興味のある方いらっしゃいましたら下の概要欄より、お申し込みください。で、来週の今日は、来週の、体験レッスン実施日をお知らせしたいと思います。本日が2019年9月14日、土曜日となっております。はい、来週なんですけども、来週、今日から3連休ですね。小学生も今日レッスンした子もいるんですけども、かなり喜んでましたね。はい、3連休だ、来週も3連休だっていう形で楽しそうにしてました。来週になるんですけども、月曜日ちょっとお休みになります。火曜日ですね、3時が、今のところ体験レッスンが入ることができます。で、続いて水曜日ですね、こちら9時半、夜の9時半が空いております。大人の方、仕事終わりに、おすすめとなっております。で、19日木曜日ですね、木曜日は3時と10時ですね。なので、早い時間か遅い時間か、が今のところ空いております。3時は、結構主婦層の方ですね、主婦の方なんかも、人気となっております。比較的3時は空いているので、入りやすいかなと思います。で、夜の方は、一応11時までやってますので、結構夜遅くまでお仕事されている方ですね、こちらにはおすすめとなっております。また平田ドラム教室、通常レッスンコースという形で曜日時間を選ぶコースもございますので、2交代制の方ですね、10時というお時間結構喜ばれております。はい、日勤の方ですかね、日勤で仕事を終わられて、10時に来るという方、いらっしゃいます。はい、で、続いて金曜日ですね、こちら4時のお時間帯が空いております。4時は小学生、もしくは、幼稚園の方ですね、幼稚園に行っている方に、人気なお時間帯となっております。もちろん主婦の方も、こちら入られる方、何人かいらっしゃいます。で、その後日曜日ですね、土曜日はお休みとなってますので、日曜日が3時、4時、7時ですね。日曜日ですので3時台でも、かなり皆様来やすい、時間帯となっていると思います。平田ドラム教室はスマークのすぐそばとなってますので、スマークに遊びついでに体験していくって方も、いらっしゃいます。もちろん、体験したから入らなくちゃいけないってことはありませんので、特に許容は、いたしません。はい、楽しんでいただいて、帰っていただければ、私としても嬉しいかなと思います。ドラムっていう楽器ですね、なかなか身近にありませんので、ドラムを体験して、楽しんでいただく、空間を作れればと思っております。はい、という形で、気になっている方ですね、下の概要欄よりお申し込みいただけますので、ぜひご連絡いただければと思います。お電話の場合ですね、下の番号を書いております。ただレッスン中の場合だったり出られない場合は、後ほど折り返させていただきます。LINE、メールフォーム、こちらだと、かなりありがたいです。空いている時間に、返信させていただきます。最近だとメールでのお問い合わせかなり増えております。LINE もそうですね。はい、メールと LINE が、主流になってます。もちろん、お問い合わせしやすいもので、使っていただければと思います。最後までご視聴ありがとうございます。